はい、どうも、キメカメンです。今回はね、ブロックスフルーツで過去にあったハッカーがこの世界を乗っ取った事件というのがあってね、ブロックスフルーツだよね、これね。だけど、こっからとんでもない事件が起きたんですね。ここ、マリンスターターだっけね。あ、ほら、見てこれ。やばくね、これ。これ、ハッカーの仕業なんだよ、これ。え、海外のハッカーのレベル、やばくね。ほら、めっちゃでっかい。チーム、クールキッズ。みたいなさ、なんかもう、とんでもないハッカーですね。しかも、めちゃくちゃレベル高いですよ、このハッカーは。ただの普通のさ、簡単な無料ソフトを使ってるだけじゃなくて、相当高度な技術でハッキングしてますね。まあ、チーターなのかもしれないし、いや、これはやばいよ。本当に。これね、かなり昔のね、ブロックスフルーツで起きた、本当にあった事件なんですけど、これやばすぎるよね。怖くない？なんか、真っ赤だし、世界が。まあ、ここまでひどいレベルのさ、ハッキングっていうのは最近はないと思うんだけど、本当にね、最悪な気持ちになるよね、こんなハッキングされたら。ということでね、本当ね、皆さんも気をつけてください。いつハッカーが襲ってくるか。なんか最近もね、ハッキングされたハッカーによるなんか文字が画面上にブワーッと出てくるみたいなものは海外のサーバーではね、あったみたいなんですけど、いやー、ちょっと日本でもいつこういうね、ハッキング、ハッカーによるね、攻撃とか、チーターによるね、妨害とかね、完全に違法だろみたいなことがされる可能性があるんでね、気をつけてください。以上、ゲーム仮面でした。